グレーン650は、鈴木株式会社が1983年に販売を開始したオートバイ。空冷4ストローク直列二気筒で、最高出力53馬力を発生するエンジンを搭載する。当時の大廃棄両社は、各社ともに高出力志向で4気筒化が進められており、新しく設計された大型二気筒エンジンは移植のものであった。また、 暗いイホイールの可変マス機構という画期的な機構を持ち、低速では粘り強く、高回転では軽快なレスポンスを実現していた。しかしながら、地味なカラーリングとアップハンドルに段付きシートがもたらす、保守的なスタイルが、当時の国内ユーザーには受け入れられなかったこともあり、販売量は極めて少数。1990年代前半に生産は終了したものと考えられるが、 埃をかぶったまま陳列されている新車は、しばらくの間、大型販売店の片隅で見ることができた。一方、日本国外では、手頃な中間廃棄量車として、需要も多かったことから、もっぱら輸出用として生産が続けられた。海外仕様のグレーン650は、グレーン650テンプターの社名で販売され、派生車種のスポーク仕様モデル、 グレーン 650X テンプターとともにラインナップされた。ありがとうございます。